はい、こんにちは。花の山大和ガーデンチャンネルです。前回までチューリップ、原種チューリップ含めてご紹介してきました。次はですね、ちょっと時期的に、販売時期的に遅め、まあ10月の上旬、9月の下旬から上旬ぐらいにかけて商品が入荷する、種類の球根植物ですけども、何だと思いますか？はい、結構人気な商品、植物です。そうです、ユリです。はい、ユリもたくさん種類が実はあって、今言った9月下旬から10月上旬にかけて商品が入荷する植物っていうのはオリエンタルユリっていう、よく聞くのはカサブランカっていうのがすごい有名かなっていうふうに思います。それがオリエンタルユリなんですけども、ユリも種類があって、スカシユリ、鉄砲ユリ、オリエンタルユリ、この3つの種類があります。この一番遅いのがオリエンタルユリで、遅いけど一番人気ですね。カサブランカが圧倒的に、さっき言ったスカシユリ、鉄砲ユリは販売時期は8月の下旬頃から9月上旬頃にかけて並びます。スカシ、鉄砲ともに、まあこれもユリなんで毎年お花が楽しめるものが多いですし、非常に育てやすいです。で、多分ね、スカシ、そうなんです、スカシユリとか、まあ、切り花とかでも有名なんですけども、その中でもやっぱユリっていうと、もうこれがすごい人気っていうものを、3選ご紹介したいなと思うので、まあ、これから球根を何を買うか悩んでる方はぜひ参考にいただけたらなっていうふうに思います。今回の動画が良かったなと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回紹介する商品はすべて花の山とオンラインショップでも購入できます。商品購入する際は必ずチャンネル登録ではなくて会員登録、花の山と会員登録をしていただければ1000分のポイントがプレゼントされます。当日から使えますので、ぜひ受け取っていただいてお得に買い物いただけたらなというふうに思います。それではトップ3ご紹介します。今年2024年、花の山との吉田が独断で偏見でおすすめする商品のユリ、第3位はウェディングマーチという、これもオリエンタル系の、オリエンタルというか、まあ山百合って言われる種類になるのかな、系の百合なんですけども、ウェディングマーチってなかなかね、この山百合系の種類ってそんな多くないんですけど、これオレンジが入ってるんですよ。サーモン系のすごい淡い色で、まだまだ珍しいんで、よかったらこのユリ一回やっていただけたらなっていうふうに思います。はい、ちょっと珍しいですよね。なかなか見る方も少なかったと思いますし、赤っぽいものとかは結構今あったんですけど、このオレンジはまだまだ少なかったんで、ぜひ今年植えてみていただけたらなっていうふうに思います。花付きも非常にいいです。はい。第2位。あんまりね、もうユリも珍しいものたくさんないんで、もしやってない方とかがいらっしゃったら、ぜひやっていただきたいのが、もうこれ不動の第一番人気が強いものが、まあ2位なんですけども、カサブランカですね。もうこれは間違いないですね、本当に。香り良し、もう切り花でも使える。毎年花が楽しめるとかいう意味では、本当にカサブランカはこれ1本切り花で買うと本当に4、500円とか普通にするので、球根で買うとそれこそ4、500円で買えちゃうんで、で何本も上がってくるんで、ぜひね、良ければこのユリカサブランカ購入してみてください。1位行く前にユリの植え付けのポイントをご紹介します。
これも過去からずっとご紹介してるんですけど、ちょっとなかなかねまだまだ知らない方も多いんで、ぜひ参考にいただきたいと思います。ユリはもう植え付ける深さがポイントになってきます。どういうふうに植え付けるかっていうと、ユリは球根の大きさの3つ分ぐらいの深さに植えてくださいって言われてます。まあ、要は深く植えてくださいってことです。よくあるチューリップのあの細長いプランターだと、ユリはなかなか、まあ、咲かなくもないけど難しい、失敗しやすい。逆にこう深いプランターありますよね、ああいうところに植えてくださいっていうのがユリのポイントです。深く植えてあげると、深くっていうもうね多分30センチとか全然余裕で大丈夫です。深い方がいいです。で、なんで深いか、深い方がいいかっていうと、これ聞くとね、ああそういうことかって理解いただけるんですけど、ユリってユリっていうか普通植物根っこって下に出ていきますよね。下に球根の下から出てきますよね。ユリの場合は実は茎が出てきますね。球根がビューッと茎から根っこも出てくるんですよ。それ上根って言うんですけど、で下から出る根っことユリの場合上から出る根っこでどっちが重要かっていうと、茎から出る上根が重要です。でこっから養分を取ったりとか、こうどんどん根っこを張って倒れないようにするっていうすごい重要な機能が持ってるので、でこの上根をたくさん張らせれば張らせるほど水分養分を吸収しますし、地面にどっと根っこを張るので倒れにくくなると。もちろんユリって草丈が高くなるんで、少なくとも1メートル、1メートルに30センチまで大きくなろうと思うと根っこをしっかり張らないと倒れちゃいます。なので上根がグッと張って倒れないようにするんですけども、この上根を張ろうと思うと浅く植え付けると、その分上根張る分面積というか出る根っこの面積少ないですよね。深く植えればその上根が張れる域が広がるのでたくさん張れますよねっていうのが、まあ、深く植える、一番の、ポイントになってきます。なので深く植えれば植えるほど上根の部分がたくさん張って養分も吸収して根っこも張ってガチンと丈夫に育つことができるので、深く植えてくださいということです。はい、参考になればぜひ今年の秋植える方はチャレンジしてみてください。はい、では第1位ですね。これも結構花根元取り扱い量が多い商品ですけども、山よりです。なかなか山よりも見ないじゃないですか。これねペペさんとかでもよく扱ってもらってたんですけど、山よりはめちゃくちゃいいですね。もうほんと王様ですね。めちゃくちゃボリュームもあって存在感もありますし、切り花でもいけますし、お庭に植えとくだけでも十分存在感もあります。これは店頭に置いてもすぐ売れて売り切れる商品ですし、オンラインショップの方でもよく動いてますんで、花の山オンラインショップであれば1級売りと3級売りと、あと特大級というかちょっと大きめの球根も3だから山よりだけでも3つ、1級3級特大級みたいな形で3パターンで売ってるんで、山より興味ある方はもちろん店頭でも並びますんで店頭でもいいですし、絶対って方はこの花の山と同じショップで予約注文いただくと間違いないかなっていうふうに思います。山よりはね本当におすすめ。ちなみに神奈川県は県かになってて、神奈川県はね毎年いろいろ出荷してますけど一番売ってる県かもしれないですね。購入していただいている方が多いと思います。神奈川県では山よりが圧倒的な消費量が違います。まあ、全国的にもすごい人気のもので比較的品薄の商材ではあります。花根元はすごいその山よりの生産および販売がすごい強いので、よかったら花根元で購入いただけたらなというふうに思います。はい、今回の動画が参考になったっていう方は、今回は、ユリについて、今回も先ほど言ったように、ユリにはスカッシュユリ、デッポウリ、オリエンタルユリとか、いろんな種類もありますし、今回って山ユリ系の、原種に近いようなユリの
タイプもあります。本当に様々です。今回紹介したのは本当ごく一部のものですけども、ウェディングマーチにしろカサブランカ ML にしろ本当に人気ですし、なかなかあの流通しにくくなっている商品もありますので、よかったら花屋 ML とオンラインショップチェックしてみてください。参考になれば、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。何かリクエスト動画等があればコメント欄の方にお待ちしてます。はい、インスタグラムの方も日々発信してますので、よければフォローしてください。以上です。ありがとうございました。